それ俺の。はい、奥井戸研修の伊沢です。岩本です。福良です。マッチ棒パズル、マッチ棒パズルというパズルが昔からありますね、はい、これをね、やってなかったんすごいねこんなにクイズやっててまだやってないから、ね、かなりメジャーな形式だろうね、例題、うん、見てください。はい、マッチ棒パズルというのはマッチ棒が並べられていまして、はいはいはい、何本動かして何にしてくださいみたいな感じで、マッチ棒を使ってうまいことやってくださいという形式、はい、まあ、そうですね、うんうん、今回は分かったらボタンを押して答えてください。はい、一本動かしてこれから始まるものにしてください。これから始まるもの、はいはいはい、すみません、これはどういうことですか。これはクイズが始まるので9です。はい、正解です。例題からむずっ9でしょ、今から始まるもの。いやもう全然わかんなかった。皆さん頭がいいのでガチャガチャやってると溶けちゃうことありますね。今回はそれ記事です。例題だと1本以外触っちゃダメです。なるほど、なるほど、なるほどね。全部で8問、正解でプラス1ポイント、間違えたら他の人が間違えるまでお休みです。はい、それでは1問目の準備をするので皆さん目をつぶってください。はい、さあ行くぞ。はい、準備できました。皆さんの目の前にはマッチが並んでいます。はい、第1問よーいドン。はい、はい、おー数式だ。おお、はいはいはい、9足す4イコール3ね。9足す3、1本動かして等式を成り立たせてください。はい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 、早っ、あ、早っ。あー、これは5足す4は9。正解。イエーイ、はいや、はいや、ちょっと何もできませんでしたな。今回は簡単よ。4って1本動かしたところで何にもなんないから。あ、そうなんだ。9とか5はなんか多いけどさ、4ってなんないなと思ったから、じゃあ足す4はもう一緒なのかなと思って。なるほどね。そしたら、あ、5足す9にできるなっていう。何も言えませんねはい、準備終わりました。はい、はい、よーいドン。おお、なんでこれ図形が動かすもの。え、2本動かして、いや、まずさ、日本語の解釈の問題なんだ。どういうこと、どういうこと。はい、まあ、これは家を表してるので家になる。正解。うわー、そういうことか。図形が表すもんってそういうことね。あれ、家かマンション済みだから気づかなかったな無理だったわ。3問目です。はい、よし、よーいドン。うわー、多いな。1本、1本だけ。1本はすごいね、これ。1本だけ、1本、1本すごい。え、1本、それは無理なのでは。まあね、44にはならなそう。1本、あ、え、いや、早いな、ちょっとやめてくれや。答えは33-17は16。正解。やあ、できてるじゃん。僕もできてるね。あ、本当だ。ちょっとだけ負けたね。マジで。危ねー、悔しい。これで1点2点0点ですね。よし、やっぱ尻に火がつくな、マッチだけに。はい、それでは4問目の準備ができました。いや、解きたい、これ解きたい。それでは参ります、よーいドン。おお、そういう系ね。正方形を6つにしてください。4本、ね、正方形、正方形を6つ。正方形、頑張ろう。うわ、はい、伊沢さんですね。うわ、立方体をある角度から見たやつです。正解。やったー、よっしゃ、マッチでーす言えたー。どういうこと、こうなんの。立方体の1個のその頂点をこう斜めにうまく俯瞰するとこう見える。あ、めっちゃうまく見るだね。そう、こうなってて、この間のやつらが点点点点点な。なるほどね。なるほど、よっしゃ。こっからここに4本で行くのもなんかむずい。いや、そうなのよね。そもそも、そこのだから端4本を取っちゃって、そっちに、ああ、こういうのをピッとやって、うんうん、できたね。なるほどね。5問目の準備ができました。よっしゃ。それでは参ります、よーい、ドン。ふい、おー、すげー、2本出して。あー、これむずそうですね。25+58=68。うわ、すごい。62本ね。なんとこれ系がちょっとうまくいってないからな。いやー、98。無理か。14は。膝動かしてる。え、嘘、やめて。やばい。はい、11進数。11進数 ?11 じゃないな。12進数だ。12進数。5+6は A になって、で、うん、2+6でこれ8になるから、5+6が A になるの。 B にならないとかって言うんじゃない。うわ、いけそうな気にしたのな。そうだ、 B じゃん。11進数おかしいだろ、まずまず。あ、待てよ。いや、
待てない。いや待って。ダメです。待ってくれ。こう言って。ダメです。これでは。ダメです。ダメです。はい、ダメだよ。よし、これ来てると思う。ダメです。これは88イコール36プラス52。正解。あー、なるほどねー。福田さん、これは全部数字がこうデジタル数字で言うと逆にしても数字になるやつばっかりだったから、これ反対から見てもいいかなと思って、まあ、一旦ぐるっと回転させまして、うまいことずらすと88は36たす52と。すごっ。11進数は何だった。1進数は A を作ることによって進数表記にできるなって思ったんだけど、全然ダメでした。ダメでした。それでは6問目参ります。よーい、ドン。うい、おー、なんだこれ。3本動かす、同じ意味なの。3本動かすの。あ、できるよ。え、はい、これは何ですか。地図記号。正解。やったー。地図記号にできる。横棒を全部ぶち抜いて、全部縦棒にするだけ。すごーい、よっしゃ、マッチです。言いたい、マッチです。それでは7問目です。よーい、ドン。おー、数式だー。あー、数式やめてくれよ。1本1本でいいの。一回やってこ。1本でいいんだ。1本すごいね。1本ってすごくない。ちょ、やばい、ちょ、もう笑ってこいじゃん。これは、はい、16進法で1たす9は A。 正解。人の相手のパクリ。おい、俺の、それ俺の時代を先取りしてきた。なんでここで思いつかなかったんだ俺は。本当だよね。1、8、5、6、7、9だと思うね。10ってするんじゃなくて、まあ、A を10として、 B を11として、まあ15までかけるように、16であと10に行きましょうというね、16進数のありますけど、これは16進数だと思うね。これで1点、4点、2点。うわ、やべえ、点数的にもう追いつかなくなってしまった。正解した人は自分の点数をいじっていいです。よし、そうしよう。よし、あるぞ。それでは最終問題準備できました。よっしゃ。それでは参ります。よーい、ドン。うえ、よーい、箱、これを2本使って、有名な映画のタイトルを1個作ってください。え、これ自由に触っていいの。じゃあ、はい、じゃあいいことにしましょう。なにこれ。え、触っていいな。で、折っちゃダメだよね。折っちゃダメ。うわ、もう間違いなく俺、あれ何ですか。これはもうどう見ても E.T. の名シーンですよね。タイトルしたら。そうでしょ。やめか、はい、タイトルしてください。これは8。あれ、そんなタイトルだっけ。いや、ローマ字だけどね。アルファベットだからね。あれ、アルファベット。あー、これで終わりは寂しいよ、これで終わりは。じゃあ、一点上げて続けます。よっ、疲れた。やばい。どう、いきますよ。はい、2本沈没。見てください、これ秒速5センチメートルです。動かすの禁止。動かすの禁止。的には福良さんの最初のやつは結構良かったんじゃないですか。最初のやつ ET。 あ、なになに、ちょっと待って、ヒント出して。来た。え、上から見て、はい、モール信号で ET だ。正解。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知の方もよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE アカウントもあるのでフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画も見てくださいね。すごい。よく思いついたら、そんなの。嘘でしょ。やば、むずすぎだろこの問題。気持ちいい。何で分かったんや。ET が欲しいっていうから、ET を作ってみようかなと思った時に、 E と T ってモールス信号、端点と頂点だなと思って。それ一気に飛んだのに。すごい。これはもうちょっとどうしようもないですね。すごすぎたな。りょうさん、一本動かしていいです。ちょっと待って。あー、じゃあいきますね。はい、はい、これで14です。16進数。ということで、伊沢2ポイント、福良4ポイント、山本 E14 ポイントで優勝。強い。
苦戦解消したということでですね、今日は待ちぼわずでやってきましたけど、皆さん何問解けたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。これあれウェブに上がらないの、あげますか。いいね、はい、できそうです。だからもう一問ぐらい解きたいよ。ウェブの方にはですね問題が、追加で入ってますので勝手にこちら見てください。ウェブ班の人お願いします。はい、一問進めてください。 ET を超えるようなやつということで、チャンネル登録、動かしてもらったら絶対の日でしたな。さよなら。やられた。